バルキューレは、リヒャルト・ワーグナーが1856年に作曲し、1870年に初演した楽劇。台本も作曲者による。ワルキューレの表記もある。ワーグナーの代表作である、舞台祝祭劇、ニーベルングの指輪4部作の2作目にあたる。岩の上のブリュンヒルデ、ショット社ボーカルスコアの表紙へ、ニーベルングの指輪4部作は、一つのプロローグと3日を要する舞台上演とみなすことができ、その第1日にあたる本作、バルキューレは、序夜を除く3部作の実質的な幕開けに位置づけられる作品である。4部作はそれぞれ独立した性格を持ち、単独上演が可能である。その中で、バルキューレは最も人気が高く、上演機会も多い。感動的な愛情表現の場面や、ライトモティーフの使い方が自然かつ高貴であるなど、作曲技法の円熟を理由に、指輪4部作にとどまらず、ワーグナーの全作品中でも最も優れたものの一つとも、みなされている。特に、第一幕でのジークムントによる、春と愛の歌、バルキューレの奇行として知られる。第三幕の序奏、終盤で、ボータンの告別から続いて、魔の炎の音楽で、幕切れとなる部分はしばしば独立して演奏される。全三幕からなり、上演時間は、約3時間40分。物語は、エッダ、ボルスンガサガなど、北欧神話の物語を軸にしつつ、ドイツの叙事詩、ニーベルンゲンの歌をはじめとするドイツ英雄伝説や、ワーグナー独自の重層的、多義的な世界が構築されている。直接引用されてはいないが、ギリシア神話の影響も多分に見られる。なお、バルキューレとは、作品中に登場する、神々の長ボータンと、エルダの9人の娘たちであるが、題名は定冠詞付きの単数形であることから、ブリュンヒルデ一人を指している。バルキューレの台本は1852年6月、音楽は1856年にそれぞれ完成された。1870年6月26日、バイエルン宮廷歌劇場にて初演。ニーベルングの指輪4部作全曲の初演は、1876年8月13日から17日まで、開催された第1回バイロイト音楽祭においてで、ある。バイロイト音楽祭では4部作が連続上演される。内訳は以下の通り。ラインの黄金同様、従来のオペラ作品に必ず用いられた合唱が本作では採用されない。ラインの黄金とほぼ同じ4巻編成。主な違いは舞台上の楽器の有無である。弦楽は人数が指定されている。全3幕、11場からなる。ジークムントを倒すフンディング、ラインの黄金から、バルキューレに至る間には、次のような経緯があり、第2幕、第2場で、ボータンの長い語りによって明らかにされる。世界を支配する力を持つ、ニーベルングの指輪がアルベリヒの元に戻ることを恐れた、ボータンは、神々の意志から、自由な人間に、ファーフナーから指輪を奪わせるという構想を思いつく。この構想は、ラインの黄金の終わり、神々のバルハルへの入場において、剣の動機が現れることで象徴される。ボータンはまず、地下に降りて、エルダの元を訪ねる。ボータンと、エルダのちぎりからブリュンヒルデが誕生する。ボータンは、ブリュンヒルデを含めた9人のバルキューレを育て、戦いに倒れた人間の勇士を、バルハルに集めさせ、指輪がアルベリヒに戻った場合に予想される闇の軍勢の襲来に備えた。他方、地上では人間の女との間にソーセージの兄弟を設けた。ボータンは兄弟に対してはベルゼと名乗ったことから、兄弟はベルズングーと呼ばれる。ボータンの構想では兄のジークムントこそは神々の束縛、掟から自由な英雄となるべき存在であった。ボータンは英雄の条件としての剣をジークムントに授ける手はずも整えていた。しかし、第2幕でフリッカの登場によって遠大な計画は否定される。ボータンが必要としていたのは自由な意志を持ち、自発的に行動する英雄であったが、フリッカはその英雄に意志を吹き込み、けしかけているのはボータン自身だと見抜く。ここに決定的な自己矛盾があったことを知った。ボータンは、フリッカの要求を飲んでジークムントを殺すことを制約せざるを得なかった。ボータンは、私が作り出すものは奴隷ばかりと、自己嫌悪に陥る。こうして、ボータンの構想は挫折し、物語は暗転する。この挫折によって、ボータンは、学劇全体の実質的な主人公でありつつも、第一線から退く形となり、代わって新たに主役にふさわしい存在となっていくのが、ブリュンヒルデである。この、遠大な構想と、その挫折が語られる、第二幕、第二話は、四部作の叙事的分水嶺とも言うべき箇所で、1855年10月3日付で、ワーグナーがリストに宛てた手紙には、四部作のドラマの運びにとって最も重要な情景と記されている。バルキューレにおいて、双子の兄弟ジークムントとジークリンでの近親相関が物語の一つの焦点となっている。このモチーフは、口述するように、後の文学作品に影響を与えた。近親相関は従性への逆戻りを示唆し、近代社会はもとより、未開社会でもタブーとされてきた。しかし神話においては、例えば、エジプト神話のオシリスとイシスは、母親の体内で交わったとされ、神々のみはこれを許されている。ギリシア神話の最高神ゼウスとヒヘーラーも、また師弟にして夫婦である。ボータンは、遠大な構想に基づき、このいわば、神話的特権をジークムントとジークリンでの二人に、認めることで、選ばれた英雄の騎手的性格を高め、さらにジークムントに、フンディングを返り討ちさせることで、英雄としての最初の試練を乗り越えさせる意図があったと、見られる。ブリュンヒルデは、そのための改造役でもあった。近親相関のモチーフは、バルキューレに続く、ジークフリートにおいても、ジークフリートとブリュンヒルデの関係として、明確に現れる。また、直接的ではないが、心理的な側面では、孫のジークフリートを介した形で、ボータンとブリュンヒルデとの関係にも色濃く認められる。バルキューレ第二幕のと書きには、父子のほとんど性的な親密さが暗示されている。バルキューレの物語や人物設定は、主として、エッダやニーベルンゲンの歌などの北欧神話や、ドイツ英雄伝説によっているが、ドラマの手法や、展開的には、ギリシア神話とりわけ、ギリシア悲劇の影響が色濃く見られる。第一幕においてジークムントとジークリンデが互いに兄弟であることを知る場面は、ギリシア悲劇に見られるアナグノーリシスの手法である。ここでは特に、父アガメムノーンを殺された復讐に際して再会する、エーレクトラーとオレステースの師弟の物語と関連が深い。この題材に基づくギリシア悲劇には、アイスキュロス、供養する、女たち、ソフォクレス、エレクトラ、エウリピデス、エレクトラがある。第二幕以降で、ブリュンヒルデが、ボータンの命に逆らい罰せられる物語は、ギリシア神話において、ゼウスの命に逆らって人間に火をもたらしたために、罰せられ、カウカソスの岩山に縛り付けられたプロメーテウス、あるいは、テーバ王の命に逆らって、ポリュネーケースを埋葬したアンティゴネーを彷彿とさせる。第三幕で登場するブリュンヒルデを除く8人のバルキューレたちは、ギリシア悲劇のコロスの役割を与えられている。また、幕切れで、ブリュンヒルデが、ボータンによって、眠りにつく場面は、直接的には、グリム童話の、イバラ姫のモチーフと重なるが、ここで、ボータンは、ローゲを呼び出し、岩山に炎を縛り付けており、上述の縛られたプロメテウスとの関連性に火のモチーフも重なる。バルキューレの寄港の動機、ジークフリートの動機愛の救済の動機まどろみの動機、ワーグナーはニーベルングの指輪4部作で物語の登場人物、あるいは道具や概念などを短い動機によって示すライトモティーフの手法を駆使している。フランスの音楽学者、アルベール・ラビニャックによれば、指輪4部作中に、計82のライトモティーフが数えられ、そのうち22が、バルキューレに現れるとされる。バルキューレで示されるライトモティーフとして、特に重要なものを以下に挙げる。基本的に新たに示された動機は繰り返され、あるいは変容されて主題的な性質を示す。一方、ラインの黄金ですでに現れたものは主として早期動機として扱われる。ヴァルキューレの音楽はライトモティーフの駆使によってC= 筋書きの内容をしばしば予告あるいは先取りするものとなっているのが特徴である。このことは同時にワーグナーが自身の中に認めていた男性的要素と女性的要素の関係としても働いている。先取りの例として挙げられるのが第一幕のジークムントとジークリンでの関係である。二人は会ったばかりの時点でジークムントが水を飲む場面で早くもジークムントの動機とジークリンでの動機が絡み合って高揚し、愛の逃亡の動機とベルズングの愛の動機へと発展している。この場面では音楽が死を先取りするとともに恋愛についてもジークリンデが主導的な立場にあり、ワーグナーが著書で主張していた恋愛における女性主導との呼応が強く見られる。第三幕ではブリュンヒルデがボータンに火を燃やしてと嘆願する場面で、舞台上には炎は上がっていないにもかかわらず音楽はローゲの動機を示し、幕切れに至って舞台を埋め尽くす炎が視覚化されることになる。筋書きの先取りという点で最も時間が大きく隔たる例は、同じく第三幕で示される愛の救済の動機で、時事作、神々の黄昏の幕切れにおいて、初めて回帰し、劇的な効果を上げる。この愛の救済の動機は、柔らかな順次進行を示し、確固とした調三和音の分散型と普天リズムから、なる、剣の動機と対比される。剣の動機は、ラインの黄金の幕切れに現れるように、ボータンの遠大な構想を象徴しており、いわば、男性原理によって崩壊した世界を、女性原理が救済する、という構図が見て、取れるのである。ヴァルキューレにおいて、特に重要なキャラクターは、ジークムントとジークリンで、ボータンとブリュンヒルデの二組の男女である。彼らに次いで重要なのは、フンディング、フリッカである。ヴァルキューレは、北欧神話に由来し、戦乙女と訳されることもあるが、もともとは、ヴァルとキューレという言葉から成り立っている。その名の通り、戦いで死んだ男たちの中から、最強の勇士を選び、ヴァルハルに連れて行くのが、彼女たちの使命である。言い換えればこれは、死体運搬ということになる。本作は、構成様々に演出されているが、有名なヴァルキューレの騎行の場面はその多くに死のイメージが共通して認められる。ヴァルキューレから主題など直接影響を受けている作品、あるいは設定など間接的に影響が認められるものを以下に示す。ヴァルキューレ第一幕は独立した一幕ものとしてもしばしば上演機会がある。登場人物が3人と極端に少ないことや、と書きの詳細な舞台指示など、写実的な三分劇の性格も備えていることから、ストリンドベリラのモダンな室内劇の先駆と考えることもできる。ありがとうございます。